浅井よイエーイ。皆さん、あの元ネタの東海オンエアさんとか知ってますか、うん、あやねちゃんやってるもんね。やってる部長先生ね。ああやねおってやつ、うん、どんだけその人のこと知ってるかってことでしょ。そうです。地図用のことでしょ。そうです。任せて。俺このキャラ嫌いなんだよな。浅井さんの伝えた動画はもう準備してあるので。ああもう撮ってあるのね。そうです、うんうん、回答として浅井さんならどう答えたかなっていうのを考えながらその紙に書いてもらって。 OK。 あーね、浅井さんと答えが一致した人なるほどが1ポイント任せて。全5問なので、うん、全5問中一番点が取れた人が浅井王オーケーの称号を得れますので、うん、まあ僕が一番あのチーズさんとね関わってから歴長いんでね、まあ当然僕は勝つでしょ。いやいや、私お母さん役娘役で2回やってるんでね、もはや血がつながっています。まあ言うてチーズ用のことだから任せて。だから嫌いなのよそのキャラ。やめてよ。 いつものマッシュに戻ってよ。それは私が一番地図用のこと分かってるよね。最初の質問は OK。 浅井さんの身長はいくつでしょうか。それはねやっぱ男としてあんまり、まあ、あのいくつやろうな聞いちゃいけないかなとかもあったしね。いいでも身長なんて基本的なことだからね。じゃあ発表してください。小田さんから。はい、158cm。 おお、158cm。 お、163cm。 いやそんなないぜ、そんなないぜ。いや意外と地図は身長高い。あずきちゃんが160。いや地図は意外と身長高い。まあ答え見ましょう。じゃあ、うん、見ましょう。早速見ますか。身長はいくつですか。身長160cm。作戦の頃に最後に測った時は158cm だったから、ずっといろんなところで 158cm ですって言ってたんやけど、去年の健康診断で毎日ちょっとずつ伸びてとうとう 160cm になりました。すごい。俺なんか毎年縮んでるのに。でもほら地図は160になったから喜んでる。ってことはやっぱ160を書いた私でしょ。いや違う、あの全員不正解なのよこれ多分。2cm、うん、いやどっちに地図用が価値を感じるかで、だって地図用王だよ。いやこれはあのジャッジはあのじゃあ、うん、王に決めてもらえますか。王ジャッジしてください。実はね多分ねうちね昔はねずっとね昔とか去年までは158cm って言ってたの。おあやっぱなんか俺そういう曲あったもん。そう実は 158cm だったのがどんどん伸びたんだよね、うん、そうでこれから先多分 163cm になる可能性が。待っておかしくない。今の会話の流れ俺らだよね。どうだったんだ。どういうことは。じゃあもうこれはもう全員公平に、あの嘘だろ地図よ。ドロドロ嘘だろ地図よ。あの3センチ差でそんなに粘ることじゃないよ。諦めろ。次では次の質問です。はい、浅井さんの座右の銘は何でしょうか。座右の銘って何。座右の銘か。俺なんか聞いたことあるぞそれ。聞いたことあるんだよ座右の銘って。あれなんか四字熟語みたいな感じだけじゃない。縛りではない。だけじゃない。いやもうこれしかない。これなんだろう。俺もこれだと思う。地図よといえばこれしかない。地図よといえばな。うん。やめてもらっていいですか地図より。怖いよこの人。書けましたか。小田さんから発表願い。はい。一日三食。俺はチーズさん座右の銘でしょ絶対。シュークリーム。座右の銘分かってるなんか。お腹いっぱい。チルさんちょっとバカにされてますよ。一日三食シュークリームお腹いっぱいでらっしゃい。三食シュークリーム食べたの。分かったら。絶対これ。めっちゃもう文章なっとる。うん、座右の銘。座右の銘。深刻になったら負け。わかるか。坂本龍馬の言葉らしい。あ、そうなん。そう。
だからね、深刻にならないようにしてる、うんうん、考えすぎないように、そうそうそう、あのね、楽しむ方向に、あ、なんか、あ、やばいことになったぞみたいな時ほど面白くなってきたみたいな感じに思うようにしてる、うんうんうん、素晴らしい、うん、なるほどね。つまりお腹いっぱい、いや、つまり深刻にならず、ちゃんと1日3食を、つまりシュークリームえ、そこですよね、これ違う、だってシュークリームで食べて幸せな気持ちになって全部忘れてるってことでしょ。深刻にならないっていうのは、すごいバカだよ、チズさんだとしたらお腹いっぱいになってる時なの、これじゃないじゃん、もう何を言っても、またちょっと王に決めてもらいましょう。全員正解まあじゃあ得点差はつかずね、みんな1ポイントずつね、じゃあみんなに1ポイントあげよう。これ正解でいいのか正解ってなんだまあいいや、とりあえず1ポイントずつね、じゃあ3人とも次次次の質問いきますよ。 OK、 宝くじ当たったら何がしたい。この場合金額は聞いてません。地蔵用が宝くじ、まあこれちょっと当てに行こう、そろそろかぶせてきた。地蔵用下ろさないと。宝くじ、宝くじ当たったら、そうだな降りてる地蔵用降りてる金額、あ、金額、金額決まってない。そっか、かけましたか。待って今下ろしてんの早くかけましたか尺取ってる割に大した答え書かねえんだよこいつ。早く、早く一回ってしようかな。かけましたか。かけた。では、小田さんから。はい、シュークリーム風呂に入るあれじゃあ、シュークリームと唐揚げを気が済むまで食べたい。あー、マジジム作る。あー、言うて地図はストイックだから、ジムの2文字書くのに時間かかりすぎじゃない、あの鍛えてるからね。そう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 、なるほどね、このね、ストイックですから。オッケーオッケー、じゃあ正解、正解部位はこういうことになるんですよ。宝くじ当たったら何したい。宝くじ当たったら世界一周、世界一周旅行したい。どこに行った、特に、ヨーロッパ、普通か、ヨーロッパめっちゃ回りたい。あとフィンランドでオーロラが見た。普通なんですよ、普通なんですよ。何やねん、そんな地図屋も可愛いよ。じゃあもうこれは全員不正解やな。何、世界一周素敵すぎるぞ。普通なのよ夢がまあ一番最初に思いつくよね、そうですね。なんだよ。4問目です。4問目、はい。自分の容姿で一番好きなところ、うん、はー、あなたたちの愛しの副社長、どこが好きなの地図よ自分でどこが好きなの地図よ。もう追い出してくれ、いるのよ、いるんだよね地図よ。さっさと聞いて、あなたの地図よに、地図よ、おかけましたか。かけた。小田さんから順にどうぞ。手くぼ、あやちゃん、まつげ、マシ、ほっぺ、ほっぺ、おー、なるほどね、ほっぺが可愛い、なるほどね、なるほどね。一回、じゃあ答えを、では、正解、正解部位をこちらになります。自分の容姿で一番好きなところ、あのね、最近気づいたの、たまにね、エクボができる。たまにね、どういう時にできるのかよく分かってないけど、たまにエクボができることに最近気づいた。今日できない日かな。知り合いのおじさんに、エクボがあるねって言われて気づいた。へそう。気づくよ。幸せエクボちゃんだねって。よっしゃ。これはもう楽しいでしょ。すごいな、やったぜ。いや、なんか俺もなんか気づいてたのよ、たまに、うん、あ、本当ですか。あ、撮ってないよ別に、怖いよ。だから地図用マウントですか。地図用マウントじゃない、そんなに普段地図用マウント気にしないくせに。しかもそう、いや、だとしたらマッシュが気づけよ確かにそれはそう、本当になんで俺が責められてんだ
ごい小田さんこれはすごい、やばい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 、よしよしよし、地図用よ、におにゅう近づいたよ。最後最後、うん、5問目です。5問目、よし。浅井さんは、うん、サンタさんいつまで信じてたと思いますか。へぇ、むずこれ。純粋な時期があったんですよ。今でも純粋だよ、地図は今でも純粋だよ。ここだとは思うんだよな、この自分の幼少期もちょっと考えつつ。いや私論外なんだよな、中3まで信じてたから。高校1年生の時に弟のクリスマスプレゼント包むよって言われて、包むのって言って、なんで包むのって聞いたら、えサンタさんの親だったんってなりました。純粋。俺はね、あの小6の時にね、あんた今年のサンタさん、あのラケット買ったで、あのあんまりいいもの来んよって言われて、なんでサンタさんの財布と親の財布がつながってんのって言われて、そうそうそう、それで悲しい、親がサンタなんかやっぱりと思って、そこで気づいた。うん、じゃあ浅井さんはいつまで信じてたか、小田さんから発表お願いします。中1。中1。小3。小3。5歳。5歳。夢がないな。でも意外にね、意外に5歳みたいな。そう、意外に早いんかなって思った。いや、それも確かに思ったけど、純粋だからこそ。なんかチーズさんはまだセーラー服着てる時にサンタさんとか行ってそうなイメージがあるの、すごい。いや、っていう風に見せといて、見せてるの、今、普段のチーズは。そう、その言い方は恥ずかしいからやめて、やめて、チーズさん。なんだ、がっかりだわ。でも意外と素だと思ってたのに、ね、そんなことないから。どうぞ。なるほどね、ばらけたね、いい感じでばらけた。おい、じゃあ、高い。最後の正解 V、こちらになります。12かな、12ぐらいかな。だいぶ長い、うん、あのね、意地だね、意地でも信じようとした。なんかね、じゃあ信じちゃうきっかけがあったの。あの幼稚園の頃にさ、あのサンタさんが遊びに来るよみたいなイベントがあって、でそのサンタさんが帰っていった後にこう空に、空飛んでいきましたみたいな跡がついてたの。そのまあ、たまたま飛行機雲かなんかやったのかもしれんけど、で幼稚園の先生たちが、あーほらサンタさんが帰ってった後だねみたいなことを言ったら、うちはもうそれで心の底から信じた。もうそれがあるからさ、あの小学校中学校とさ、いくらみんながさ、いるわけないじゃんって言って、うちは見たもん、あの空の飛んでった後みたいな、もう絶対譲れない、それがあったから長いこと信じられたね、中3ぐらいの親に打ち明けられるまでは。え、ちょっとなんかあったのかな、中2で。中2で、うん、諦めた理由は親からの暴露がね。親、まあ、ここ親も心配になったんだろうね、まだあの子信じてるわよって。もう薄々気づいてると思うんだけどみたいな。へぇ、気づきましたそれ言われるのやばいな。へぇ、面白い。地図屋だったってことね。中学1年はどうしますか。正解でもいいと思うんだよね。おお、中2の年で気づいてるから、中1はまだだから信じてた。ああ、なるほど、なるほど、そういう意味ではある意味正解かな。おっしゃ、おお、ってことは、そう、ってことは、じゃあ全5問で下からいきます。マッシュななみ2ポイント、あやね2ポイント、小田さん4ポイント。シュークリームとか最初同点があったの。おお、そう。2人が入ったのは、ドンピシャの正解ではなくて、小田さんと平等に入った4ポイントです。そう。まあ、ちゃんと当てたのは僕だけってことですね。そうです、とりあえず。さあ、地図よ。エグモと中学1年以外は当たってない。そうね。地図さんの同情で正解になったやつね。浅井さんの同情でみんな各2ポイントは入ってる。うん。これがもうドンピシャだったからね。エクボはもうすごかったね。ジジオは小田圭介さんに、イエーイ、いただきました。ツイッターのコメント欄に書こうかな。第1回ジジオって、それかもうあのツイッターの名前カッコジジオ。
いいの？権利を与えられますので。一番悔しいじゃない。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひご利用いただいて。はい、ありがとうございます。じゃあ第1回どんどん使っていこう。地上は小田圭介さんに決定でした。よっしゃ。ありがとうございました。ありがとうございました。第2回は私が地上。